どうも、マキロンです。今回なんですけど、もう今回ね、ちょっと今緊急で動画回してるんですけど、どうやら中国が日本の水産物を輸入停止したみたいで、日本で売られる魚の相場がぐっと下がると予想されてるそうです。なのでね、今回はそれが本当なのか、そしてね、面白い魚がおるかどうか楽しみに、今回も市場の調査行っていきたいと思います。そして僕の動画では、日本一魚市場に特化してアップしてるんで、ぜひお魚が好きな方、チャンネル登録、です。それでは今日も楽しみ、じゃあ出しましょう。Instagram の履歴見とったら、去年も同じくらいに点数やってて、同じくらいの履歴で、おお、すごいな、さばきたくないって言いながらも、結構なかなかハードなさばきにするじゃないですか。まだ来週はある。もちろんある。あ、いらっしゃい。あんこ。何がいいだったか。すいません、このタイプだった。
やでも。もう相変わらず1本900円からめっちゃ安いな。ねえ。あなたは今日手ぶらっすよ。そうだね、ちょっとこれからっすよ、本番は。めっちゃ買うじゃないですか。いやうなぎをやっぱ食べとかんとね、夏は。油測る機械があるんですか？ねえ、しちゃったよ。すごいな、もう時代が進化してる。一番多いやつの 14% だった。なんか糖度測るみたいな。はい、車よりが最も。ああ、祭りだもん、やっぱ上がるんだ、車よりとかは。レンコダイの中にマダイが混じってる。最近大きい腰が多いですよ。ね。ロバ。ああ、確かに大きくなると。ああ、そこら辺の側溝にいます。ああ、いいな。そういうところいいな。今日こそはなんか魚買うとまずい。もう1ヶ月さばいてない。ただいま。ということで、今回もたくさんの方お声掛け本当にあります。
そして今回はね、魚の価格に関してはそこまで変わりはなかったです。ただ今回はね、まとめ売りのハッピーボックスや天然マダイがめちゃめちゃ安く販売してました。あと今シーズン初めて見たんですが、早くもスジコが販売してて、もうだいぶ秋が近づいてきたかなって感じがしました。そして今回はね、ようやくめちゃめちゃいいアジが2匹で700円で販売してたので、最速で購入してきました。いやー、やっぱりね、この暑い時期に美味しくなる青物を絶対食べたいと思ってたので、今回は大満足な買い物ができました。なのでね、ぜひ皆さんも市場で青物を見かけた際は、ぜひ食べてみてほしいです。はい、ってことでね、いつも僕の動画を見てくれて本当にありがとうございます。これからもマキロンチャンネル地道に頑張りますので、まだチャンネル登録しないよって方いましたら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。